はい、おはようございます。今日は、大分戦のメンバーから外れたんで、残り組で練習あります。次は、試合出れるように頑張ります。行ってきます。はい、練習終わって、家帰ってきました。じゃあこれからご飯食べたいと思います。いただきます。コーチングの勉強をしていきます。2秒で負けてしまいましたけど、また次頑張ります。はい、おはようございます。今日も早起きしたんで一緒にお散歩です。自転車で公園まで行ってきます。はい、今回も見ていただいてありがとうございました。試合は負けてしまいましたけど、次勝てるように、僕はチームの力になれるように、引き続き頑張っていきたいなと思います。それから FC 刈谷の、クラウドファンディングをやってるんですけど、目標金額を達成することができました。ありがとうございました。目標金額を達成することができたんですけど、9月30日までは、引き続きクラウドファンディングが実施されるので、ご支援よろしくお願いします。それから追加のリターン品として、なんか僕も、スパイクかなんか出したいなと思うので、そちらのご支援もよろしくお願いします。それではまた、次回の動画も見てください。さよなら。長野からこんなたくさん、お野菜と果物届きました。ありがとうございます。長野から届いた、野菜たち、トマトとナスとオクラと、トウモロコシです。いただきます。